する未来、韓国をアピールする、それを実現するための技術を持っているために、私が開発したForpheusで初の野球ロボット、投球ロボットとしてギネス世界記録を取得いたしました。私自身もフォルフェスと卓球をすることによって非常に卓球が上手くなりまして、非常にコーチングロボットとしてうまく作れたなと思います。今は人間がロボットに一生懸命教えないとなかなか上手くならないんですけれども、例えばロボットがロボットに教えるとか、そういったことも将来的には